フランスにおける交渉人は書面や契約に真実性を付与する交渉官である。交渉人の歴史はローマの初期に遡ることができるが、フランスにおける交渉人の現在の地位は革命歴11年風月25日法に基づくものである。フランスでは歴史的に交渉人が市民の日常生活に深く関わっており、伝統的に高い地位を有している。 現行法でも民法1359条において、デクレにおいて定められる一定額以上の価値を有する法律行為に関しては、書面による証明が要求されているほか、贈与契約や夫婦財産契約等の多くの行為について、公正証書の作成が義務付けられている。交渉人の法的地位は、公正証書の作成権限を有する公書官である。また同時に、執行官や、 同参考買官と同様に、その職について活動するには、官職を取得しなければならない制度となっており、この点で言えば裁判所補助官でもある。交渉人になるには、主に職業訓練センターで教育を受ける方法と、大学で教育を受ける方法がある。いずれの場合も、所定の研修期間を受けた後に、交渉人助手として働き、その後、交渉人の官職を取得すれば、 交渉人となる。なお、2015年8月6日に成立した、経済成長、経済活動活性化及び、経済機会均等化のための法律52条により、一定範囲の自由開業区域では、資格要件を満たした者が、司法大臣の許可を得れば、官職を取得しなくても交渉人となることが、できるようになった。交渉人の数はデクレによって定められるが、 2015年1月1日時点でフランス全土に9651人の交渉人がいる。サンフィルシュル・リスルで1789年11月に作成された厚生証書交渉人の不動産との関わりとして古くは地主層から財産の管理、運用の一切を任されており、その助言者、代行者としての業務を行っていたが、1804年の 民運法典制定以前は、交渉人の業務における不動産取引が占める割合は低かった。第二次世界大戦後は、区分所有建物の分譲契約や規約の策定等に関与してきた。これは、フランス民法典には区分所有権に関する規定がなく、区分所有者間の複雑な権利関係は、当事者間の合意によって処理されたためであり、 この合意形成に交渉人が大きく貢献した。これにより、後の区分所有権法を制定の際に、交渉人の実務が大きく影響することにもなった。1955年1月4日の土地工事の改革に関するデクレ第4条において、工事の対象となる不動産物件変動に関する証書は、すべて公正証書によらなければならないと規定されたことから、 不動産取引においては、交渉人の関与が必須となった。また、不動産取引に起因する税の徴収や、証書の登録及び工事の申請が交渉人に義務、付けられている。さらに、証書の作成にとどまらず、不動産取引の仲介等、契約準備段階から積極的に関与している。不動産売買にあたっては、当事者や客体の同一性、 取引に関する権限の有無、広報上の利用制限、権利関係等の確認は、すべて交渉人が行っている。これは、交渉人が公正証書の作成にあたって適切で、有効な書面を作成する義務を有しており、これを怠って依頼者等に損害が生じれば、それを賠償する責任を負うからである。また、伝統的に、不動産金融の仲介を行っており、 定当権設定契約は、交渉人の面前で締結されなければならないと、されている。遺言の通常の方式には、実質証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、通常は、実質証書遺言と秘密証書遺言が利用されており、交渉人は公正証書遺言の作成を行う。作成した公正証書の原本は、交渉人によって保管される。 公証人は、公正証書遺言の作成だけでなく、被相続人が死亡した後の相続財産の承継にも関与する。相続処理を行うには、まず相続人とその持ち分を確定する必要がある。相続人資格証拠のための公事証書が作成されるが、この公事証書を作成する権限を有するのは、 交渉人に限られている。また、相続財産の調査と評価、目録の作成、遺産分割の合意書作成、税金額の計算と申告などの相続手続きも伝統的に交渉人が担っている。特に、相続財産の中に不動産が含まれている場合、その工事の申請は交渉人が行うので、交渉人の関与が不可欠となっている。税金の申告書は、 相続に本人が作成することも可能であるが、実際は大多数が交渉人によって作成される。伝統的に裁判所が関与しない離婚が認められていなかったフランスでは、裁判官による離婚判決言い渡し後に、交渉人が離婚後の夫婦の財産数学の確定と分割を行う役割を担ってきた。1975年の民法改正により、 相互の同意による離婚の制度が新設された。これは当事者が離婚による全ての結果を定めた役場を同意し、それを裁判官が承認する形態であり、離婚が承認される前に夫婦の財産数学の確定と分割を行う必要がある。そこで相互同意離婚においては裁判官が離婚を承認する判決言い渡しの前に公証人が関与し、 夫婦の財産の数学の確定と分割を行う。2004年の民法改正では、裁判離婚においても、判決言い渡し前に、交渉人が関与し、財産の数学の確定と分割案を策定することができるようになった。さらに、2016年の改正では、裁判官が関与しない相互同意離婚の制度が新設され、裁判上の離婚が例外化された。 合意離婚においては、合意書が当事者双方の弁護士が副書する、諸書書として作成され、これに、交渉人が、執行力と、確定日付を付与することになる。商事取引の分野では、個別の取引に、交渉人が関与することは、現実的でなく、交渉人の関与は、限定的であるが、会社設立等の企業の組織や運営に関する、コンサルタント業務を行っている。 ありがとうございます。